高杉トールは、日本の政治家、社会保険労務士、中小企業診断士、共同組合茨城県中小企業労務、協会理事長、茨城県上総市長、上総市議会議員を務めた。三津海道市立三津海道小学校、三津海道市立三津海道中学校、茨城県立三津海道第一高等学校を経て、1977年、早稲田大学卒業。 1985年、日本社会事業大学研究科卒業。1977年から1989年まで、ジップで参議院議員の高杉道忠の秘書を務めた。1989年より、茨城県中小企業労務協会に勤務し、社会保険労務士として活動した。1990年、茨城県議会議員選挙に日本社会党。 公認で立候補するが、杉田光義に敗れ落選。1999年より、三津海道市議2期、上層市議2期を務め、2012年6月辞任。同年7月の上層市長選挙に、箱物打ち切り、震災復興優先などを掲げ、立候補し初当選した。2016年の市長選で落選。2019年12月24日、立憲民主党。 茨城産区総支部長に就任したが、翌2020年に旧国民民主党と合併して発足した立憲民主党では旧国民民主党出身の元森や市議の梶岡広木が同選挙区で公認された。高杉は党の決定を受け入れ、今後は一般党員として支援する考えを示した。2012年7月8日執行。 自民党と公明党の推薦を受けた現職の長谷川の利口僅差で破り初当選した。投票率は三つ同士時代を含めて過去最低だった。当日有権者数51,091人最終、投票率 59.61%2016 年7月10日、執行元県議の神たち武志ら3候補との戦いとなったが、時点で落選。 当日有権者数5565人最終、投票率63.83%。ありがとうございます。